天ぷスラムチャンネル始まりました。イエーイ。天ぷスラム東山です。諏訪弘樹です。ういちょっと、はい、変顔から始まりましたけども、はい、本日は過去のオールスターオートレース優勝戦振り返ってみたい。過去のね、うん、オールスターオートレースということで、前回、うん、1回大会から6までやった、ね、1、3がもう映像がなくて、あ、そうだそうだ、そう4、6は映像が、あ、そうだそうだ、まあ一応6回大会も振り返ったんですけど、うん、今回は7回から9回、うん、3大会を振り返っていこうかなと思います。パート1はもう大好評で、うんうん、再生数もバーンといきましたけども、58万ぐらいいってますか、いったのかな。はい、まあ、オールスターといえば、まあ、ファン投票で決まるね、うん、出場選手が決まる大会でございますけれども、ね、人気と実力を兼ね備えた選手ってことですね、はいはい、まるで俺のようなスターがね、どっちもねえだろ、辛辣すぎん。はい、ということで、はい、今日は、7、8、9回、はい、振り返っていこうかなと思います、はい、ということで早速見ていきましょう。どうぞ。出力者が揃いました。第7回のオールスターオートレース、最終11レース、注目のスタートを迎えます。場内がやはり曇ってまいりましたけれども、さあ今スタートを切りました。真ん中から4番が篠崎みのる、いいスタートを切りました。篠崎が先頭に立った、一気に先手を奪っています。アウトから7番の小林啓司も行こうというところですが、5枠の選手であります。篠崎が一気に先頭を立った、いいスタートを切りまして、篠崎早くもスタートで先頭であります。そして2番手につけたのが5枠でありますが、5枠の選手ですけれども、さあそしてその後ろですが、6枠の両者が続いています。6枠の両者、7番の小林啓司選手と、そして飯塚選手であります。先頭いいスタートを決めました。4番の篠崎みのる、かつてこの伊勢崎のソウルでは日本選手権を制覇しております。弦のいい月光ですが、篠崎が先頭であります。篠崎が先頭を進んでいます。バックスレッジに行きます。そして2番手に5番であります、地元の大川哲司が粘った。大川粘って2番手を行っています。そして3番手に7番の小林啓司、その後ろに飯塚正光、1番の阿部光雄と続いて3番の島田信弘、2番の内原隆、最後方に6番の山陽新藤俊彦といった体制であります。さあ6周回目でありますが、先頭4番の篠崎みのるであります。昨日は11レース見事準決勝1着で勝ち上がりました。篠崎が先頭であります。そして2番手をキープしているのが5番の大川哲司、地元の期待を背負いまして大川が粘っています。そして3番手に7番の小林啓司であります。小林が2番手を伺おうというところですが、まだ2番手がっちりとキープしています。大川、5番車の大川ががっちりとキープ、2番手キープであります。先頭4番の残りあと5周と変わりまして、篠崎みのる、 NEK 篠崎みのるが快調なペースで逃げています。真ん中からセンターからいいスタートを決めまして、先手を取った4番の川口、篠崎みのる、2番手につけたのが地元5番の大川ですであります。そしてその後ろですが、6枠の両者ということで、7番の小林啓司、その後ろに飯塚正光、1番の阿部光雄、その後ろはちょっと車間が空いた3番の島田信弘は現在6番手、7番手に2番の内原隆、最高峰は昨年の最高峰昨年のチャンピオン6番の新藤俊彦であります。さあホームストレッチでありますが、残りあと3周と変わった。依然として4番川口、篠崎が先頭であります。篠崎先頭、2番手に地元の大川が粘った、地元大川頑張っています。3番手に7番の山陽小林啓司、その後ろが1番川口の阿部光雄、阿部が4番手に上がった、4番手に阿部であります。5番手に下がったのが8番でありましょう、飯塚正光選手であります。先頭は4番の新藤選手、新藤がまだ逃げています。4番の篠崎であります、篠崎が逃げています。そして2番手には5番の大川粘った、地元の大川粘っています。4番の篠崎先頭、2番手に大川哲司、3番手には7番の小林啓司、そして1番阿部光雄、8番の船橋の飯塚正光、それから3番島田、2番の内原、そして振動と続いております。さあ最終4コーナーカーブ切りまして、今篠崎みのる初優勝であります。1着でゴールを駆け抜けました、4番篠崎みのる。7番に関東初出場での快挙、20期の逸材張り切っています田島俊則、8番に冷静なコーナーワークで第5回大会以来の V2 狙います、阿部光雄、以上8選手が揃いました。スタートライン待ったなしといった感じになりました。第8回のオールスターオートスタートいたしました。ポーンと飛び出した1番の小松国和であります。外側から2番の小林啓司も行きました。外枠から一気に5枠の1社が行きました。先頭は5枠の1社になりました。飯塚正光が切ったのか。さあバックストレッチから2センターに差し掛かってまいります。先頭はこの辺り5枠の1社になりました。6番の鈴木明夫
勝であります。鈴木明夫の方が行きました。第2センターに差し掛かった後8周となりました。命を張った競り合いが、一争いが、がぜん激しいサバイバルレースです。3番の安藤貞美が追走いたします。この辺り3番手に1番の小松邦和といったところであります。6番の鈴木明夫が一発決めました。残り7周となりました。風を突き破る音がこだましているような船橋の走路であります。伸び強烈に迫ってまいります。3号車の安藤貞美であります。安藤が抜き返しました。2番手浮上、2番手は6番の鈴木明夫であります。3番手に1番の小松、2番の小林刑事といったところであります。あと7周になりました。あと7周から6周に変わります。7周です。あと7周になりました。3番の安藤貞美が先行体制であります。2番手追走も6番の鈴木明夫であります。ホームストレッチに入ってまいりました。あと6周を迎えます。オート新時代に担う戦いです。富士エンジンの戦いと言ってもいいでしょう。力看板と人気を背負うテクニシャンの争いになりました。3番の安藤貞美の後ろには5枠の両者という体型になりました。5枠の両者が追走いたします。飯塚がやっと上がってまいります。3番手の位置です。4番手に2番の小林刑事であります。残り5周になりました。残り5周になりました。ここが一番きついか。8つの弾丸がカラフルにしのぎを削るバックストレッチ、全員がスーパーエキスプレスであります。ホームストレッチに入ってまいります。3番の安藤貞美が先行体制、2写真で追走する6番の鈴木明夫、そして5番の飯塚正光であります。残り4周となりました。残り4周となりました。さあ3番の安藤貞美、一発決めてくるのか。さあまくりをかけてまいります。まくりをかけてまいります。3番の安藤、こらえることができるか。インに切れ込んだ5番の飯塚であります。5番の飯塚が先頭体制に入りました。先行体制に入りました。先頭に入りました飯塚正光であります。一瞬の隙も見せられない極限のコーナーワークであります。飯塚が先頭に立ちました。2番手追走は3番の安藤貞美、3番手に6番の鈴木明夫、4番手に7番の小林刑事であります。さあ残りは2周になります。残りは2周になります。これからが厳しいところになります。一着にならなければ勲章にならないと踏ん張る発生士であります。まさに痺れる走りを見せております。ホームストレッチに入ってまいりました。ホームストレッチ、青旗を目にして残り1周です。残り1周です。この時夕日も何かを訴えんと染まってまいります。さあ最終のバックストレッチ、飯塚正光、デビューして988勝、先勝まであと12勝だ。残り半周も過ぎている。4分の1だ。ホームストレッチ入ってきた。5番の飯塚正光1着でゴールイン。2着には食い下がった安藤貞美であります。飯塚ガッツポーズであります。5番に平成に入り絶好調、昨年末から地区対抗スーパースター全日本選抜とタイトル総なめ、島田信弘。6番に21年前の第3回大会を制したのはこの人でした。ご存知オート界の神様、走る歴史、広瀬時生。7番に展開に左右されないガッツファイター、裁きで見せ場を必ず作る岩田幸雄。8番に4年連続優勝選手の小林です。さあスタートいたしました。このスタート、まずは鈴木辰巳が一気に行きました。まくっていきました。鈴木辰巳一気に先行です。5枠の両者が追走する形になりました。小島さん、いかがですか。はい、コンサス切れてる鈴木選手のスタートですから、これは予想されたことなんですけどね。はい、はい、さあホームストレッチに入って2周目に入ろうというところ、2番手追走は5番の島田の武博でありますが、島田も切れてましたね。はい、切れましたね。やっぱり間に合ってますね。はい、さあ先行は3番の鈴木、これを島田と2番の片平が追走する形になりました。片平の位置はどうですか。はい、これはまだ圏内なんですけどね、あとは鈴木選手のペースでしょうね。あ、注目の小林は5番手におります。1番の阿部が4番手の位置、バックストレッチに抜けてまいりました。10周とはいえスタートで6番手以下は勝負にならないと言われておりますが、後方の選手どうですか。小島さん、そうですね、もう阿部選手がブロックにかかってますからね、はい、前の4台でかなり有効になってきましたね。気合の汗がほとばしり燃えて爆走いたします。さあ3番の鈴木辰巳、そして5番の島田信弘がちょっとちぎってますね。そうですね、ちょっと片平選手滑ってるような感じしますね。あ、はい、2車から後続車がだいぶ水が空いています。4車身ほど空けています。3番の鈴木辰巳、5番の島田、これマッチレースの様子を呈してまいりましたね。そうですね、もうスクラッチ模様ですね。はい、さあ3番の鈴木がなんとかこらえるか、5番の島田が4連続タイトル総なめになるのか、2番の片平が追走する形、あと5周になりました。どうですかこの位置、小島さん。はい、もう1、2着どちらかというところになりました。あ、片平どうしちゃったんでしょうね。ちょっとやっぱり車足んないみたいですね。はい、ホームストレッチに入ってまいりまして、あと4周になりました。3写真ほどちぎっている3番の鈴木辰巳であります。
今節絶好調と言ってもいいでしょう。さあもう本当にマッチレースになりましたね、小島さん。そうですね、あの島田選手意外に車出ませんね。ホームストレッチに入ってまいりまして、いよいよあと3周であります。立ち塞がる風の壁を突き破って先行しております3番の鈴木辰巳。もうすべて富士のマシンでの戦いですから、あとは腕技ですね。そうですね、はい、はい、本当にちぎれ加減であります3番の鈴木辰巳、そして5番の島田信弘追走。さあいよいよ残り2周であります。3番の鈴木辰巳、いよいよ悲願が待っているか、初めての特別競争タイトルが待っているか。5番の島田信弘、なんとかタイトル総なめ4つ目が欲しいところ。さあいよいよ 3,4 コーナーからホームストレッチに入ろうというところ。3番の鈴木辰巳、あと1周だ、嬉しい、あと1周だ。精神的にも一番辛い勝利への剣が峰がやってまいります。最後のバックストレッチ、先行は3番の鈴木辰巳。4写真から5写真ぶっちぎり、最高の気分でいよいよ3コーナーへ向かった。5番の島田信弘、もう絶対絶命か、ホームストレッチに入ってくる。さあいよいよ嬉しい特別発売が待っている。特別初 V という金字塔、まさに自らベルリンの壁を打ち破ったいましたけども、うん、第7回大会がね、篠崎選手、うん、まあ、見事なスタートで10周ぐらい抑え切ったね。そうね、まあ、抑えて、うん、素晴らしいレースだったと思います、うん、本当に弾丸ミッキー言われるようなスタートでしたね、うん、はい、手バッタでね。そうね、手バッタね、うん、第8回大会は船橋で行いましたけども、うん、地元の飯塚正道選手が、うん、いや強いな、見事優勝で。日本選手権でも強かったけど、うん、やっぱり強いね、オールスターで。でここは王道芸ですから、あ、もうこれじゃないから。なるほどね、うん、見事に飯塚選手が取って、うん、で第9回が、うん、ね、川口で、はい、鈴木辰巳選手が今もね、今も現役ですから、はい、今もね普通に頑張って、うん、なんか結構強いレースするんでね。そうですね、はい、で娘さんが競艇選手なんでね、お、鈴木成美選手っていう。なるほどね、鈴木辰巳選手もね、なんか選手紹介してくれって言ったなんかコメントをいただけるのね。辰巳選手の紹介とかもじゃあしましょう、ね、やっていきたいと思いますけど、はいはいはい、ということで、はい、ね、オールスター振り返りだったんですけども、うん、次は10回大会から振り返っていきたいなと思います。もうどんどんね、はい、振り返っていきたいと、振り返っていきましょう。楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったの方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。